ありがとうだよね、あずさそういう感じだよね。はい、どうも皆さん、こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。本日はスライム倒して300年、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、ファルファシャルシャ、この魅力的な女の子たちが登場してきまして、さらにね、この物語面白くなってまいりました。オープニング、エンディングともにね、他に魅力的な女性いっぱい出ていますので、そのキャラクターたちがまたいつどこで登場して、どのような形でね、このみんなと関係を持つのか、そこ楽しみにしながら見ていきたいと思っております。というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内されました。本編スタートです。よろしく頼むぞ。さあスタートでーす。ライカちゃんはできるドラゴンやで。こんな皿洗いして皿洗った後服なんて、それはファルファシャルシャのおかげだね。はいはい、これからもっと増えていくんでしょう。本とか読めるんだ。スライムなのに。もうさすが50年生きてるだけはあるな。えなんかめっちゃ難しそう。すげえ頭いいんじゃない？実はこの2人。そういうキャラなのか。なんか発明とかしたりすんのかな。そこか。そういうことか。エルフが出てくる前振りだ。もう早速来たんじゃねえの？いや、ほら。めっちゃナイスバディじゃん。あずさちゃんと違ってすごいね。なんで涙目？狙われてて？高原の魔女に狙われてる？どういうこと？あ、高原の魔女に助けてほしいのね。狙われてて。もう日本語。多く的なね。そんなの出てくんの？いきなり。やばくない？けどもう、あずさならやっつけられんのかもしれないけど、またバトル展開？まあね、もう有名なんだね。何それ、そんな二つな。本当だよ。もう来てんじゃない？ねえ、今のハエの音、いるでしょう？早速バトルの予感なんだけど、そして早速エルフが出てきたけど、めっちゃナイスバディ。ちょっとおっちょこちょいな子なのかな？多分。おつむが足りない系キャラなんじゃないかなって勝手に思ったけど、どうだろうね。で、またおっぱいが強調されてるところをあずさちゃんが見てるっていうところがね、これからもおっぱいネタが出てくるんじゃないかな。そのおっぱいの暴力に対してすごいしらけるみたいなさ、あずさはもうスンって感じだからさ、土下座してた、今。このお化けもいるよね。で、これも多分もう一匹竜がいるんだよね。だから前回、これか？今ハエがいたよ。よく見たら。あれだ。あれめっちゃ好きなんだけど、見た目的には。だから、あれも結局出てきてバトル展開になるけど、ここに登場してるくらいだから仲良くなるんじゃないかな。このエルフが一人騒いでるだけみたいな、そういう展開なのかな。それともここでなんか、今のなんだ？魔王か、もしかして。だって、ハエのあれってベーゼブブってあれじゃない？超偉いよね。それがあんな横にいるってことは、もう一人今いた金髪の子は魔王なんじゃないか。さあ、エルフが来た。そのまんまだね、タイトルはね。なんだかんだもてなしてんだ。跳躍師。薬か。ハルカラちゃんね。あずさもそういう感じなんだね。で、語尾がちょっと伸びる感じなんだね、この子はね。やっぱおっとり系かな。そこね。何やっちゃったの？稼いでる方。じゃあ、跳躍師としては人気なんだ。いや、リポートいいじゃん。なんで水着？ありがたいけど。遠目に見たらもう完全に、ほらもうリポーディーのこれけどお酒なんでしょ。うん。はい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 。いろんなのがあるね。え、すごくないこの子。やば。経営者じゃん。いや、ファファとシャシャかわいい。ドーナツ。飲んだ。ああ、それであれか、怒ってんのか、怒りを買っちゃったのか。いや、勝手に飲んだだけじゃねえかよ。出てけって。ひどくないそれ。まあけど、暑さなら勝てるんじゃないかな。ああ、そんなことこの二人に言われちゃったらもうどうしようもないね。いや、もうスキンシップがすごそうだな、この子。けどさっきいたよね、外に、ブーンって。なんで？なるほどね。そういう衣装があったんだね。いや、すごいけど。いや、もうそれでいいよ。それでいいよ。いや、もう出ちゃってるよ。もう、あずさちゃんは言われないだろうね。いるね。もういる。なんだ？何やってんだ？決壊か？けどこれでもう、けどさ、逆にさ、もういた場合はどうなの？中に。大丈夫なの？そこ。だってもういたよね。いや、わからんけど。どうした？結構不憫なんだね。いや、ライカちゃんすごい同情してるじゃん。いや、もうかわいい。こんな場所に俺も転がりつきたいわ。そうだよね、跳躍師だから詳しいんだろうね。いや、カット割りがもう完全に狙ってるね。いや、舞茸。もう見た目エグくないか。いや、詳しいね。どういうこと？ダメなやつやん。ちょっとやばいやつでしょ。まあ、異世界ならいいのかな。日本の法律関係ないしな。ね、早速食べちゃうのね、キノコね。大丈夫これ。ね、ほんわか気持ちよくなんない？醤油じゃない？もしかして。ほら、醤油でしょ。いや、感動の味でしょ、多分。ふるさとの味だね。この異世界ものって意外と醤油出てくるよね。グルメ系だと。かわいいな、春から。なるほど。村の発展もさせていくのかな、あずさが。あれこれ、キノコのあれなんじゃないの？ダメじゃない？ちょっと。もう、詳しいんじゃねえのかよ。いや、あるんじゃないか。食べちゃってるじゃん。やっぱこの子ドジっ子や。いや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 、よかったね。あずさは食べてなくて。いつ治るんだろうね。さらにまさかの。おい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 。そこら辺あるの？がっつり。このアニメそんな女の子ばっかだからないのかと思ったけど。セクシーカットはあると。ちょっと待って。そういう役目の子なのかな、春からは。ちょっと。ゆり色が急にすごくなったぞ。いや、ありがとうございます、本当に。あずさは拒否なのね。いや。じゃんがおかしいでしょ。抜けたのかな、毒が。なんかキノコのすき焼きみたいなの美味しそうだね。いや、もうポージングがいちいち胸がすごい。よかったね。あ、これ誰が作ったんだ？あ、あれからか？だからやっぱもうここにずっと住むか。ほら。いるじゃん！やっぱり。中にいるよ。てかずっとそばにいるんじゃない？ベルゼブブ。だからこの後さ、もういきなり出てくるパターンじゃないか。人型になって。春からはどれくらいのあれなんだろうね。いや。ありがとう。だよね。あずさそういう感じだよね。けどエルフだから、この子もやっぱ長命なんじゃないかな。いや、村長おかしいだろ。拝むところな。耳麗しく胸もあってね。それストレートに言うんだね。なんだ。なにあ、それかもしかして。違う？今女の人見てたってやつ。どういうこと？いや、もう春からだろ。やばい。1500万。ちょっと待って。魔族も掲示板が使えるの？ギルドの。どういうこと？魔族ってどういう存在なんだ？この世界で。緊急避難的なね。いや。戦えないじゃん。あずさ特化とかでしょ？確かにね。迷惑かけちゃうから。もうクソかわいいわ。ねえ。もうこの二人の特番みたいなの見たいな。我、そうだった。我っ子だったね。いや、これもう、てか、いるんだよな。いるんじゃない？これで。違った。けどいるよね。もう逆に今、実体化しているのかと思ったけど。いや、飲んでる場合か。いや。君戦えないだろ、多分、ベルゼブブ相手じゃん。この子がここにいるとあれなんじゃ、お金を稼いできてくれるんじゃないかな。もういるよ。で、あれまた飲んだから弱ってんじゃない？どっかで。ちょっとしたホラーだよね。けどいるいる、ほら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 。うん、はいはい。あ、もう暑さ気づいたんじゃない？ほら。いや、絶対そうだって。こう汚い。いや、そんなこと言わない方がいいよ。この後のためにも。ねえ。ああ、ほら来た。やっぱそういう喋り方なのかな？ナノジャ系かな？いや、もうだから、来たー。けどもう飲んじゃってんだよね、あれ。ってことは弱ってんじゃないか。あ、かわいい。褐色系ね、好き。このちょっと高圧的な感じ、たまらない。もう春から、もうこの中でいじめられるキャラなんじゃないかな。いやいや、変わり身の速さすげえな。1500万もあれ出してね。うん。うんうんうん。お、なんかあずさちゃん真剣。ああ、冷静じゃん。長期休暇。本当だよ。やっぱ満足系だね。で、長期休暇って言ってるから、追いとましてんだね、一時的に。いやー、やばそうだな。何が狙いなんだろう、この子。そこ。何がしたいんだ？あ、そうね。そうね。あ、これバトル展開だわ、多分。この後。あ、ちゃんと知ってるんだね。うん。この子はどれくらい強いんだろうか。いやー、来るで、これ。来るでしょ、これ。ライカちゃんとどっちが強いかな。おい。とりあえず外でお願いしますよ。だよね。まあ、外だよね。間違いなく。いや、そりゃそうだ。家の周りでやられたら。いや、もうこれは勝てるはず。上級魔族ね。あ、え、どういうこと？ああ、結界がね、虫を取るあれみたいだね。いや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 、最初から貼ってあったわけだし。そうね。確かに。謝るの？いや、もうあれでこんなダメージ食らうんなら、もう絶対ライカじゃねえや、あずさには勝てないでしょ。いや、ダメでしょ。あ、あれだ。あれが効いてきたんだ。春からの。そうだわ。あ、これ助ける流れじゃない？これ。ほらほらほら。これで仲良しになっちゃうんだ、多分。効くのかな、回復。で、逆にダメージになるパターンは、この世界のあれわかんないけど、摂理は。なんかあってもおかしくない気がするんだけど。そこよ。そこそこ。あ、大丈夫なのね。そうね。春からが保証したからね。確かにベレーズ部分にね。効くんだね。これでもうあれじゃん、ファルファたち呼び戻しても大丈夫なんじゃない？これが可愛いね。もうこうやってあれだろうな、もう待遇をさ、みんなにいいようにされるのに慣れてんだろうね。偉い人だからきっと。何百年も悔いが残る。さすがですね。え、ダメでしょ。そこよ。え、どういうこと？そうだよ。そういうこと？なんだよ。じゃあなんで今倒れたの？ああ、なんだ。じゃあ決して悪い意味で追われてたわけじゃないじゃん。仕事の依頼じゃん。そうか。そうね。聞いてた話と違うじゃないか的な感じだね。ああ、戻ってきた。あれ？もうベゼブブいないね。あれ？けどこれあれかな？ゲスト的な感じなのかな？もういなくなっちゃうか。あ、来た。やっぱここに住むんだね。いや、もうこのスタイルの曲線美を。なるほどね。そこら辺しっかりしてんだね。いや、すごい有利感、この表情ね。はい。いや、改めて見て。お！いるじゃんか。帰ってないじゃん。いや、絶対勝てないって、結界一つで弱っちゃうんだもん。余興とかに来る感じかな、宴みたいな。困った感じだね。いや、誰に対しても優しいね。なんだこの興味津々の目は。ああ、それがあれだよ。オープニングでさ、いた女の人なんじゃない？ああ、いなそうだね。純粋なんだね。ってことは、オイルのが入って言ってるから、こっちも長命なのかな。ダメだね、娘だからね。だからこれに出てくるキャラクターはみんな長命種なんじゃないかな。え、この子もいるの？もうここに。ちょっと待って。え？いるの？マジか。それは予想外。何ライカ？なんで？ライカちゃんどうして？いや、だって、あずさのことめちゃくちゃ慕ってるじゃん。ああ、これであれだ。もう一人の竜とか出てくんじゃないかな。なんかあったんじゃないかな？そこら辺と。いや、わからないけどさ。いや、今回のはるからちゃんもすごい可愛いね。この物語のなんかムードメーカーみたいな感じになりそうだね。あとトラブルとか、事件的なものをこのあずさに持ってきてくれるキャラ。なのに、実はそのお金を生み出すとか、そこら辺がすごいしっかりしてる子なんじゃないかな。その栄養ドリンクとか作ってさ、なんか言ってたじゃん。税金がうんちゃらとか。だから相当稼ぐんじゃない？ベルゼブブとかにも納品したりして。なんかもう、あずさとかが仕事とかしなくてもいいくらいのお金を持ってきてくれるんじゃないかな。で、ファルファとシャルシャは最初に本読んでた時のめちゃくちゃ難しいのは、あれはエルフが出るからのフラグなのかな？それともなんかやっぱ天才的な感じなのかな？この二人に関しても。で、ベルゼブブはベルゼブブで、あの子は、なんか、長期休暇とか言ってたから、多分、魔族側もすごい養殖についてんじゃない？偉いところに。で、オープニングにいた、なんか、ベルゼブブが横にいたってことは、真ん中にいた女の子が多分魔王っていう流れだと、僕は思う。そして、ライカは、ドラゴンのなんか里というか、そっちでなんかあって、そこに、何か自分が解決するために向かってるみたいな感じなんじゃないかな。で、結局だったら私も行ってあげるよみたいになって、あずさもついていって、そこに青い子が出てくるみたいな、そんな形になると予想しておりますが、そこら辺来週ね、楽しみにしながら見ていきたいと思っております。はい、というわけでね、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画を2つご紹介しました。バイバイ。